する片栗粉でする、私天ぷら、あ、でも付き合わない気がするんで、こ片栗粉にしようかなとは思って、混ぜますでも、うちはあの、パカッと新潟って八重桜咲いてるとこもあるんですか、あるよ、あの最初の出足とかは本当やれんのかなぐらいで、あ、まあまあ、ちょっとそういう感じ入りそうあったんですけど、でも結構ね、広島って、まあそうですね、勝って、大阪プロ単位も勝ったり、そうですね、大阪でかなりこう自信つけてきてる、おじさん二人こんなにやるんだと思って、あ、そう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 、J2 だとかなりこう、あ、まあ、まあ、圧倒的にこう、まあ、何こうなんで楽しみではあったんですけど。ベロンベロンで2人してここまでやるかっていうのは、J1 でどんだけ強いかっていうのは本当に見つけたんだけど、あのポゼッションさめっちゃおっさん2人がかつこう内容も伴ってるので、そうそうそうすごいすごいな、本物だなって思う、いや、そうなんですよね、10分振りって面白いタッカーをしてくれてるなって思う、うってこいつ、うってこいつと思って全然こう上位とかにつけない、いやそうおかしくな い, いびっくりしない感じです、わかんないですけど、でもなんかそういう期待感を移動させるぐらいが今はすごいポジションにいるかなっていうのは感じてはいるんで、なんで本当第三者目線から見てめちゃくちゃ楽しみ、そうです、はいはい、どんぐらい来るのかな、あ、はいはい、そうっすよね、本当にあれですか、なんかダゾーンとか見てあ、見てます、あ、マジっすか、はい、ダゾーン見てますね、ダゾーン見て入ってますね、ここね、あの、フットボールフリーとか、あ、そう、海外サッカーの方が若干見るんで、あ、はい、フリークは基本どれも見ていますね、あの、本当につい先日、あの、まあ、リーガーとアルセリアと、はいはい、プレミアムとか、はい、あの人たちで対談した、あ、全員集合の、全員集合、はいはい、あれ見ました、あ、見ましたそうです、さすがですね、そう、見てます、ね、新潟出てきたのめっちゃ嬉しかった、そう、出てきましたね、普通にバッて出てきましたね、あー、やっぱりちょっと評価されてるのかな、そうですね、昇格組だとやっぱりこう絶対負けたくないっていうことで、内容はもうほっといて結果だけ守備的っていう感じが大体他のチーム多かったんで、例年自分たちのこう色出して勝ち点稼ぐっていうのはなかなかできないことだと思うんで、すごいなって思いますね、本当にめっちゃ語れますね、いや全然そんなのなくて、サッカーだけですけど他何もわかんないんですけど、バカだった、